った突然。司くんはルイくんとショーやりたいんでしょ。じゃあ諦めちゃダメだよ。司、ルイは最高のショーをしたいってずっと思ってる。だから仲間と一緒にショーをやりたいって気持ちは今も持ってる。だから考えよう。また一緒にやるために。よし、作戦会議だ。